皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは茨城県女性衰弱死事件です。この事件は茨城県内のアパートの一室で同居する姉の通報により衰弱死した20歳の妹が発見された事件ですが、その後の捜査で遺体が見つかった部屋には姉妹の他に男女1名ずつの合わせて4人が同居していたことが判明しました。同居する4人は一体どのような関係だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2011年1月3日午後0時5分頃、茨城県龍ケ崎市のアパートに住む女性から妹が呼吸をしていないと119番通報があった。通報を受けた救急隊員がアパート1階の部屋に駆けつけたところ、 2LDK の6畳間の布団で仰向けになって死亡している女性を発見した。遺体で発見されたのは大学3年生の女性 C さん、当時20歳で、119番通報したのは C さんの姉で無職の Y、当時22歳だったことが分かった。警察は Y から事情を聞いたところ、当初 C さんと二人暮らしをしていたと話していたが、その後の調べで、この部屋では二人の他に、無職の男 N、当時23歳と、派遣社員の女 S、当時43歳の、合わせて4人が同居していたことが判明した。そして、司法解剖の結果、C さんの死因は、外傷の傷口から入り込んだとみられる細菌が、全身に回ったことが原因の衰弱死と判明し、体には打撲痕、やけど、擦り傷などが多数見られ、傷口は化膿し、くるぶしの傷に至っては、壊死が始まっていたことが分かった。これらのことから警察は、C さんは何者かに暴行を受けていた疑いがあるとみて、同居人や C さん姉妹の母親から事情を聞くなどして捜査した結果、3人の同居人が C さんに暴行を加えた上、食事を与えないなどの虐待を繰り返して死亡させた疑いが強まり、殺人容疑でこの3人を逮捕した。この事件は実の姉が逮捕されたことでも世間の注目を集め、当初謎の同居生活をめぐって様々な憶測が飛び交っていたが、捜査が進むにつれ徐々に事件の全貌が明らかになっていった。奇妙な同居生活。現場となったアパートで4人が同居することになった経緯が後の捜査で明らかになった。その発端は2005年から2006年頃に、無職の男 N と派遣社員の女 S がネットの出会い系サイトで知り合ったことだった。その後2人は交流を深め、2009年には S が N を実家に連れて行き、家族に紹介するなどして親密な関係を築き、2人に結婚願望があったかは定かではないが、S の母親は N に対し、年齢差があるから娘との結婚は考えないでと話し、N は大丈夫ですと答えていたという。そんな N はずっと無職の生活だったが、実は声優志望者が数多く集まることで知られる、会員数が数十万人の大手音声投稿サイトで人気投稿者としての一面を持っており、多くのファンを抱えていた。そして2009年秋頃、当時大学生で声優志望だった C さんの姉は N のファンの一人だったことから、サイト内で N と交流を深め、ある時 N が声優をやるなら東京だと Y に伝えたことがきっかけとなり、翌2010年春に大学を卒業した Y は家族に声優の勉強がしたいと告げ、同年6月から実家の奈良県を出て事件のあったアパートで一人暮らしを始めた。ところが間もなくして Y の部屋に無職の男 N と派遣社員の女 S の二人がやってきて同居を始めると、三人はお互いをサイト内のハンドルネームで呼び合うなど、奇妙な同居生活を送り始めた。当時三人のうち収入があったのは派遣社員の S だけで、 Y は実家からの仕送りで生活していたため、無職だった N は S の給料と Y の仕送りの金を管理し、その金を生活費としてシェアする形で3人は暮らしていた。その後、同年8月、Y の妹 C さんは姉を心配してか母親に、夏休みを利用してしばらく姉と暮らしたいと言い残し、大学に休学届を出した上で Y の部屋に4人で暮らし始めたところ、事件に巻き込まれることとなった。事件の経緯。4人の共同生活が始まって間もない2010年8月下旬頃、 C さん姉妹の母親のもとに姉 Y から
借金が1000万円あるという電話があり、驚いた母親が Y のアパートに訪れると、無職の男 N は弁護士だと偽り、 Y さんに1000万円を貸しているので年内に返してほしい、今月分として5万円を立て替えてほしいと母親に嘘をつき、母親は不審に感じたが現金5万円を N に渡して帰った。その後、同年9月中旬頃から N は C さんに対して暴力を振るうようになり、日常的に殴る蹴るの暴行を加え、同年10月中旬頃からはさらに N の暴力はエスカレートし、 C さんに手錠をかけて部屋に拘束し、背中に熱湯をかけるなどの残虐行為を行い、数日に一度しか食事を与えないなどの虐待を同年12月下旬頃まで続けた。実は C さんは N から暴力を受け始めた9月と10月上旬の2度にわたり奈良県の実家に帰省していたことが分かっており、その際家族に助けを求めるなどもなく、何もなかったかのように再びアパートに戻り、 N からの暴力などを受けていたため、誰かに助けを求めないように N に脅されていた可能性が高いと見られている。そして同年12月上旬、母親が C さんと携帯電話で会話した際、 C さんはいつもと変わらない様子だったとされているが、これを最後に C さんと連絡が取れなくなっていることから、 C さんはこの時すでに継続的な虐待の末に敗血症になっていたと見られている。その後も治療を受けさせることなく放置したことで、 C さんは帰らぬ人となってしまった。警察の捜査。遺体で発見された C さんは極度に痩せ衰え、体に多数の傷があるにもかかわらず治療などを受けた形跡がないなど、不審な点が多く見られたことから、警察は同居していた3人が何かしらの事情を知っているとみて捜査を始めた。2011年1月12日、警察は無職の男 N と派遣社員の女 S の2人が金銭に困り、共謀して C さん姉妹の母親から現金5万円を騙し取ったとして、2人を詐欺容疑で別件逮捕した。調べに対し N は容疑を認め、騙し取った現金5万円は4人が同居していたアパートの家賃に充てたと供述し、一方 S はその場にいただけでやっていないと容疑を否認したが、警察は C さんの死亡にも関与しているとみて徹底的に追及した。その結果、1月22日、N が C さんに殴る蹴るの暴行を加えた上に食事を与えないなどの虐待を繰り返し、衰弱していく C さんに適切な治療を受けさせないまま放置して死亡させたとして、 N と S を殺人容疑で再逮捕し、姉の Y も同容疑で逮捕した。その後の調べで N は、 Y と S は自分に従っていたが C は言うことを聞かず無視されたので腹が立った、虐待を繰り返し死なせたことは間違いない、申し訳なかったと大筋で容疑を認める供述をしたが、一方の Y と S は、C が衰弱していくのは分かっていたが殺すつもりはなく死ぬとは思わなかったと容疑を否認した。同居していた3人を殺人容疑で逮捕した警察は、殺人罪を立証するためさらに捜査を進めたが、派遣社員の女 S は、被害者のことは好きじゃなかったが殺害するなんて一度も思ったことはないと殺意を否認し、さらに C さんに死が迫るほどの衰弱は認識していなかったとしたことで、検察は S と姉の Y は事件の関与の度合いが薄いとして処分保留のまま釈放し、同じく殺意を立証できなかった N については保護責任者遺棄致死罪で起訴した。注目の裁判。事件の翌年2012年から N の裁判が始まり、公判で検察は虐待の発覚を恐れて最後まで病院に連れて行かなかったと指摘し、敗血症と虐待の因果関係については、長期にわたる食事制限が抵抗力と自然治癒力を低下させたとして N に懲役10年を求刑した。一方弁護側は、 C さんは12月以降も普通に食事をしており、病院に連れて行く必要があるとの認識はなかったと述べ、保護責任者遺棄致死罪は成立しないと主張し、最終陳述で N は、取り返しのつかないことをしてしまい深く反省していると遺族に謝罪の言葉を述べた。2012年2月9日、水戸地裁で判決公判が開かれ、裁判長は、衰弱していく様子を見ていながら保護しなかった。C さんが若くして命を絶たれた結果は重大として、N に対し懲役8年の実刑判決を言い渡し、この事件の幕は閉じたが、
N の残虐行為は殺人に等しいと世間では量刑に対する不満の声が多く上がった。この事件は結果的に N を殺人罪で起訴できませんでしたが、暴行の内容などを見ると明らかに死んでもおかしくないような行為を繰り返しているため、やはり殺人罪を立証できなかったことは非常に悔やまれます。ただこの事件で一番不可解に感じることは、なぜ実の姉である Y がこのような犯行にいわば加担する形になったのかということです。おそらく一種のマインドコントロール下に置かれていたと思われますが、私がこの事件ですぐに思い出したのは北九州監禁殺人事件です。一つ屋根の下に次々と同居人が住み始め、暴力などによって洗脳していく手法が非常に似ていると感じるとともに、 N が仮に北九州で起きた事件を模倣していたとすれば背筋が凍る思いがします。そして派遣社員の女 S と姉の Y がこのような洗脳状態に陥ったきっかけは、二人が共に N と肉体関係にあり、相当な好意を N に寄せていたことが一つの要因だと感じますが、 C さんだけは同じような状況にならなかったために、次は暴力によって洗脳しようとしたことが事件に発展したような気がします。おそらく S と Y は N に気に入られるために何でも言うことを聞き、全てを受け入れていたことで善悪の判断すら失っていたのではないでしょうか。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。